壁面飾りにも使える、ふっくらとした耳が可愛いウサギの織り方です。白いウサギは淡いピンクの折り紙で作ります。途中までは従来からあるウサギの折り紙と同じ折り方です。白い方が外側になるように三角に折ったら一度開きます。真ん中の折り目に合わせるように細長く三角に折ります。反対側も同じように折ります。ピンクの三角の部分を半分に折ったら5ミリくらいずらして三角が飛び出るように折ります。飛び出たところが尻尾になります。裏返して細長い三角のところを折り目の線に合わせて折ります。そのまま2つ折りにし、細長い三角を引き上げて顔と耳を作ります。耳の真ん中を2センチくらい残して切ります。ここから耳をふっくらさせるため一工夫加えました。耳が2つに分かれたら、顔の下の方から耳の付け根まで 7,8 ミリ折ります。耳の中から指を入れて折り目を一度伸ばし、今度は中折れになるようにします。反対側の耳も同じようにします。これで耳が膨らんだウサギの出来上がりです。壁面に貼るときは向こう側になる方の耳を顔の方に倒すように折り曲げます。月の前を横切る黒いウサギは黒い折り紙を使って作ります。黒い方が外側になるように半分に折って開いたら、後の折り方は白いウサギと同じです。台紙をつければ置物にもできます。壁面飾りに使うときは右向きにも左向きにも貼れるので、レイアウトを工夫してお楽しみください。